毎週木曜日は県内の魅力を再発見、テクテク福島。今回は前回に引き続き高橋アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は前回に引き続き猪苗代町その後編です。今回は標高およそ1200メートル地点に現れる天然の露天風呂で、癒しのひとときを堪能してきました。またテレビ初登場、アクティビティの拠点としてオープンしたカフェも楽しめる観光ベースキャンプにお邪魔してきました。前回は猪苗代湖を独り占めしてサップに挑戦しましたが、パドルをなくすという失態もありました。これはびっくりしました、面白かった。人気のカフェではタロット占いで仕事や恋愛についてびっくりする結果にでしたね、松井さん。いや、それまた私に聞きますか。もうびっくりしましたよ。いや、楽しかったです。そして今回は今から行くところは、はい、どういった場所なんですか。ですね、我々でエクストリーム温泉と呼んでる場所で、この中野沢沼尻温泉の源泉エリア。だいぶ道荒れてますけど。案内してくれるのは中野沢温泉万葉亭の渥美真嗣さんです。車で山道だいぶ登ってきましたけれども、はい、ここから少し登りますと、この中野沢沼尻温泉の源泉がありまして、出てるお湯の量が日本一の温泉があります。日本一の温泉、通常はこちらの登山道を利用しますが、今回は特別に関係者用の道を通らせていただきました。あ、気持ちよさそう。緑が綺麗。自然に包まれてます。はい、実は渥美さんをはじめとする中野沢沼尻温泉協会のメンバーが、登山をしない人たちにも源泉までの景色をぜひ見てほしいと、源泉までの登山道を歩くツアーを企画したんです。これ楽しそう。はい、中野沢温泉株式会社と協力して、来年春インバウンド向けに沼尻元湯で楽しむ野湯体験ツアーを本格的にスタートさせる予定です。いいですね。よいしょ。滝が、そして見えてきたのが、あ、ですか、あの滝。あれ実は温泉の滝なんです。はい、その源泉から流れ出たお湯と、まあ、ちょっと川の水も入ってるんですが、それが混ざり合ってあそこで滝になって流れてます。まだ歩き始めて 2,3 分ぐらいですか。そのぐらいですね。はい、それも早速これだ。いや、素晴らしい。はい、暑いのかな。いや、日本一の温泉までにね、こういった景色も楽しめるんですよ。いいですね。はい、こちらも終わります。すごい。こうした道もね、歩いて息が上がってる。頑張りました。よいしょ。いや、すごい。ちょうどあの正面に山、ちっちゃいの見えるんですけど、はい、その右手側が裏磐梯エリアです。へー。少しちょっと湖みたいなの見えてるの分かりますか。裾、はい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 、秋元湖です。うん、はい、でこう左今雲に隠れてますけど、そこに磐梯山があります。おお、圧巻の景色です。本当は右手の奥まで見えるときは飯豊連峰がここから見えると。いや、雄大な自然ですね。だいぶ見えて、はい、来ましたね。もう源泉エリアの一角です。すごい異世界ですね。もう異世界、これがこの温泉が、共産性の硫黄泉が作り出す景色です。あそこがじゃあエクストリーム温泉なんですね。はい、あそこです。わ、こちらです。すごい。毎分13,400リットル、家庭用の湯船ならおよそ67杯分出ている源泉で、一つの湯口から湧き出る量はなんと日本一を誇ります。すごい、色も綺麗。はい、ただし源泉は70度と暑くて入れないので、川の水が流れ込み35度くらいになった場所で、いよいよお待ちかねの入浴タイムです。お待ちかねかどうかわからないですけど、女性陣から。あららら、じゃあ使いまの入浴シーン、どうぞ。あ、勢いがやっぱりありますね。そうなんですよ。あ、でももうなんか気持ちよさそう。いやー、もう何とも言えないですね。すごい、後ろの滝は、このね、自然に憧れながら日本一の温泉、はい、エクストリーム温泉に浸かれる。いやー、もうね、全身で浴びてる。本当、最高。想像以上に、滝のね、
強さがあります。激しいですね、結構。いやー、温泉好きにはたまらない贅沢な体験でした。開放感がすごいですね、やっぱり。気持ちよさそうでした、このノーウェアという施設は、はい、通常はあのカフェとパン屋さんなんですけれども、さっき言ったあのエクストリーム温泉の、はい、ベース基地になる場所です。こんにちは。いらっしゃいませ。いや、すごいなんかあの、ね、天井高くて開放感があってモダンな作りになってますね。スペースがすごく広いので、あのアクティビティの拠点になるような施設にしたいと思って、まあ、作りました。パンコーナーがあるんですね。はい。パン。おしゃれな空間には素材にこだわったパンがずらり。無農薬の小麦だったりとか、オリーブオイルとか、そういったものにあの素材にこだわったパンにしています。ここでパンやドリンクをいただけるのはもちろん、テイクアウトもできます。早速おすすめのパンを食べてみることに。いや、おしゃれで可愛いですね、本当に。あ、ありがとうございます。もちもちしてますね。そうですね、結構割としっかりめの生地を使って。カレーパンですか、これ。ああ、中に具がしっかりしてますね。うん、スパイシーですね。はい、本格的なんですね。20種類ぐらいのスパイスを調合します。ちょうどいい辛さといいますか、うまく生地と合ってますよね。あ、そうですか。美味しいです。あ、ありがとうございます。このカレーパンの元になったカレーはオリジナルスパイスカレーとして提供しています。絶対美味しいですね。今後はキャンプ道具の貸し出しやガイド付きのツアーの手配なども行うそうです。で、この温泉の良さをどうやったらいろんな人に伝えられるかなというところで、ハードルが低い体験とか、そういうコンテンツを通してこの温泉の良さを知ってもらおうということで、で今回のエクストリーム温泉ツアーで、ここはまだ第1弾ですから、でこれを起爆剤にいろんなことにまた、ね、調整できたらいいなと。お二人でこう、ね、手と手を組んで今やってるっていうところなんですね。相性はバッチリですか。そうです、多分多分。いや、今回もツッコミどころ満載で、でも本当にアクティブに楽しそうでした、どこも。ね、そして高橋さんの温泉確か大好きでしたよね。いや、そうですね。あの激しい温泉のある自然の良かったんじゃないですか。はい、ね、いや、やっとたどり着いてね、あの温泉を、まあ、味わえて最高でした。うん、全身でね、温泉浴びてましたね。はい、で最後に出てきたあの渡辺さんと厚見さん、あの相性多分バッチリですと言ってたんですけれども、なんかもう好きなことがレジャーなんですよね。だから好きなことが地域活性化につながっているとおっしゃってて、それはすごくいいなと思いました。で、ね、はい、で今回このツアーはですね、来年春にスタートする予定なので、気になる方はもうしばらくお待ちください。来週は出口アナが南相馬をテクテクします。お楽しみに。